田村朝子は日本のソプラノ歌手、オペラ歌手、京都府出身、ニューヨーク在住、クリスタルアーツ所属、京都府出身、国立音楽大学声楽科、東京芸術大学大学院修士課程修了、ニューヨークマネス音楽院主席卒業、1997年、プラシドドミンゴ国際オペラコンクールに最年少での入選をはじめ、 ジュゼッペ・ディ・ステファの国際コンクール第1位など、世界の主要コンクールで上位入賞。2002年、三大テノールコンサートでドミンゴ、コ、パバロッティ、カレーラスラと共演。7年ニューヨークのリンカーンセンターでのデビューでは、急遽、アプリー・レ・ミロの代役を務め、ニューヨーク・タイムズ史において高い評価を受けた。これまでに、メトロポリタン歌劇場管弦楽団、 BBC 公共楽団、ローマ祝祭還元楽団、LA シンフォニー、シカゴフィル、ハンガリー放送公共楽団等多くのオーケストラから招聘され共演している。また、世界各地でオペラに出演しており、蝶々夫人をロンドンロイヤルアルバートホール、ウルグアイ国立、ソリス歌劇場、ボルティモアリリックオペラ等で、ランメルモールのルチアを、イタリア国立カリアリ歌劇場、 シチリア・トラーパに音楽祭、ハンガリー国立歌劇場、ルーマニア国立歌劇場、椿姫を、アメリカエルパスオペラ、カラマズーオペラ、群島、真珠鳥を、アメリカサラソタオペラ等に出演。日本国内では、サドユータカ式、サントリー1万人の、第9、8年朝日新聞、100万人のクラシック、12年、旧殿フれアいコンサート、毎日新聞、 生きる2013、森山良子ウィズフレンズなど様々なプロジェクトに参加。14年佐渡豊かプロデュースオペラ、コジファントゥッテにデスピーナ役で出演。2015年 NHK ニューイヤーオペラコンサートに出演し、好評を博した。2015年4月、全米桜祭りのスポーツイベントとして、大リーグのナショナルズ対ヤンキースのオープン戦の試合前に、 アメリカ国家を斉唱した。ありがとうございます。